ジュスト・フォンテーヌは、モロッコ出身、フランス国籍の元サッカー選手、元サッカー指導者。ポジションはフォワード。当時フランスの保護国だった、モロッコのマラケシュで、スペイン人の母を持つ7人兄弟の一人として、育つ。1958年に開催されたフ、FIFA フワールドカップ、スウェーデン大会で6試合に出場したが、当初はスタメンではなく控え選手に過ぎなかった。ところが、 急遽、スタメン入りするや6試合すべてにゴールを決める活躍を見せ、2度のハットトリックを含む13得点を挙げて、得点王となった。この活躍にもかかわらず、フランスは準決勝でペレを擁するブラジルに2の子で敗れ去り、優勝はできなかった。しかし、3位決定戦では前回優勝国の西ドイツに、彼の4得点を含む6から3のダブルスコアで勝利を収め、 3位の座を確保した。あとに、西ドイツのゲルトミュラーが2大会通算14得点、ブラジルのロナウドが3大会通算15得点、ドイツのミロスラフ・クローゼが4大会通算16得点を記録したことにより、彼の得点記録は通算ゴール数でこそ彼らに抜かれたものの、1大会最多得点のワールドカップレコードである13得点は、現在も破られていない。しかし、 その後は旅重なる、負傷のため第7回ワールドカップ、チリ大会には出場できず、1962年7月に28歳で、現役を引退した。引退後は指導者となり、1967年には、フランス代表監督も務めたが、2試合連続敗戦の後更迭された。さらにパリ・サンジェルマン FC、トゥールーズ FC、モロッコ代表の監督を務めた。 その後は、トゥールーズで、スポーツ用品店を経営している。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で45位に、選出された。2003年には、UEFA ジュビリー・アウォーズにおいて、ミシェル・プラティニア、ジネディ・ヌジダンらを抑えて、フランスの最優秀選手に選出されている。ありがとうございます。